レーダーにキャッチされることなく敵陣地の奥深くまで侵入し、目標を偵察あるいは破壊、またはこちらが察知される前に敵の戦闘機を撃墜する。ステルス機の登場はこれまでの戦術を変えるゲームチェンジャーになりました。各国は競ってこの新しい技術をまとった兵器を開発、さらにはステルスに対抗する新しい防空システムの実用化に躍起になっています。皆さん、ナマステ。サブカルカオス TV へようこそ。世界のステルスシリーズ第9回目となる今回は、第三諸国の雄、インドが開発しているステルス戦闘機、AMCA を取り上げます。まあ、サムネに書いているので、今さら改めて説明するまでもないですよね。日本人の我々にとって、インドと聞くと、1970年代の中頃、日本のマッド界を恐怖のずんどこに陥れた、この人の顔が真っ先に思い浮かびます。でも、彼はインド人ではなく、カナダ人です。まあ、それはそうとして、インドのステルス機なんて、相変わらず、ニッチでマイナーな話題だなぁと思われることでしょうが、せっかくクリックしてくれたのですから、どうか最後までお付き合いくださいね。それでは、早速始めましょう。インドといったら、世界第7位の広大な国土面積を持つ農業国というイメージがありますよね。国章を糸車のデザインにするくらいなので、輸出の主力は繊維などの糸編製品です。でも、そのインドが世界でも10本の指に数えられる工業大国であることを知らない方も多いのではないでしょうか。1位の中国や2位の日本には及ばないものの、何かとわがままな韓国を余裕で引き離しています。インドの工業の花形は、二輪車や自動車産業で、タタモーターズ、マヒンドラ&マヒンドラ、ヒンドゥスタンモーターズなどが有名ですよね。科学技術分野では、月面探査船や火星探査船も飛ばしており、NASA の研究者の1割はインド人で占められているとも言われています。航空機分野では、1961年、ポッケウルフの技術者、クルトタンクの協力で、アジア最初の量産ジェット戦闘機、マルートを生み出しました。ちなみに、我が国最初の T-1 は、それより3年早く飛んでいますが、戦闘機ではありません。1976年には、インド・パキスタン戦争で大活躍したイギリスのフォーランドナットをベースにした小型戦闘機、アジートが進空しています。ナットやアジートがアメリカ製の F-86 や F-104 を撃墜した話は以前の動画でも取り上げましたよね。最近では老朽化して退役したアジートやミグ21の後継として第4世代戦闘機テジャスの配備が進められており、この小型の機体は中国やパキスタンに睨みを利かせています。これらの飛行機を製造しているのはインドの国営企業HAL、ヒンドスタン航空機で、アジア最大の航空機メーカーとして知られています。この会社の歴史は古く、1940年に設立され、主に日本と戦うための連合国向けの作戦機を大量生産していました。アジアで最初に量産されたジェットエンジンも、この会社の製品です。他にも、インド軍向けのスホーイやミグのライセンス生産、国産ジェット練習機も生産しており、何種類かの回転翼機も自力で開発している高い技術力を持つ企業です。21世紀になり、インド国防省がこのヒンドスタン航空機に与えた任務が MCA 計画です。 MCA 計画とはミディアムコンバットエアクラフトの略で、ミラージュ2000、ジャガー、ミグ23やミグ27などの異なる用途の戦闘機を置き換える目的で始まったマルチロール戦闘機開発プログラムでした。2009年、
独立以来の強敵である中国が、世界に向けて中国初のステルス戦闘機が間もなく初飛行すると発表しました。これを受けたインド国防省は、この MCA 計画にステルス性能を与えることとし、それを AMCA、アドバンスドミディアムコンバットエアクラフトと名称を変えました。ミディアムの名前の通り、F-35 とおおよそ同じ程度の規模の中型のボディを持つ多用途戦闘機でした。これまで使用している大型揚撃機、スホーイ30の後継機種としては、ロシアと共同開発していた FGFA を250機採用するつもりでした。この機体は、現在のスホーイ57のマルチロールタイプともいえる第5世代戦闘機です。大型の FGFA と中型の AMCA のハイローミックスですね。しかし、インド国防省は、この戦闘機の開発にかかる時間の問題と、性能に満足できないといったことを理由に、2011年にキャンセルしています。おそらく、ロシアにモンキーモデルをつかめされる危険性に気がついたのでしょう。加えて、出資比率や値段の問題もあったのかもしれません。そんなわけで、AMCA は、スホーイ30や、海軍の空母に乗っているMiG-29の役割をも果たすため、F-22 と、おおよそ、同じ大きさのデザインとなりました。この新しい戦闘機の開発には、パートナーとして、多くの外国企業が名乗りを上げています。アメリカのロッキード・マーチン、ボーイング、ロシアのスホーイや、スウェーデンのサーブです。しかし、外国企業とジョイントする際の技術的制限を排除したいとの航空幕僚長のコメントから、おそらく独自で開発するようです。現在の計画では、2025年までに初飛行し、2030年頃から部隊配備を始めたいとしています。生産数は、空軍、海軍合わせて400機以上とされています。AMCA は、全音速時の空気抵抗を低減する目的でエリアルールに則った台形の主翼と大型の胴体に大きく外側に傾いた全可動式垂直尾翼を備えており、制御系統は電磁パルス耐性の高い40のフライバイライトが採用されるとのことです。まあ見ての通り、どこの国も結局このスタイルに落ち着いてしまうのでしょうね。エンジンのファンブレードが電波を跳ね返さないように S 型に曲がった内部ダクトを採用しているのも他国の特徴と同じです。この写真のエアインテークは F-35 のようなダイバータレス超音速インテークとなっていますが、 F-22 と同じタイプのダイバータインテークを持つ2種類のデジタルモックアップが公開されています。特筆すべきは機体の構成素材で、使用される炭素繊維強化樹脂が新技術のカーボンナノチューブで、耐熱部分はチタン合金で形成されるといった点です。主翼や尾翼はもちろんのこと、外板やフレームまでも炭素繊維で設計されており、機体の全重量の 80% にこの新素材が採用されるそうです。この絵の青い部分がチタンで、目ドームを除くその他の部分がカーボンです。この AMCA が出来上がれば、世界で最も体積重量比が低い戦闘機となることでしょう。すなわち、とっても軽いってことですね。パワープラントは、仲がいいイギリスのロールスロイスと共同開発中の国産エンジンが2機搭載される予定で、1機あたり 12.5 トンのカベリエンジンは、その軽い機体をマッハ 2.6 まで加速することが可能です。もちろん、マッハ 1.6 でのスーパークルーズ能力も兼ね備えています。このエンジンの水力変更ノズルや、主翼の前縁には冷却装置が備えられており、超音速飛行で蓄積された赤外線放射を低減して、地対空ミサイルや地対地ミサイルからの赤外線ホーミングの脅威を軽減する機能がついています。また、ナノ電波なんちゃらシステムや微粒子電磁なんちゃら装置、音響に対するステルスも盛り込まれるようで、このあたりは説明しようにも私には何が何だか分かりません。簡単に言えば、これまでの既存のステルス戦闘機と比較した場合、確
絶した性能のステルス性を備えているということらしいです。この飛行性能が本当であればアメリカの F-22 と負けず劣らずってところですね。インドの得意分野はもう一つあります。そうです、 IT 技術です。 IBM や Google の研究者の 10% はインド人であることでわかるように、優秀な人材を多く持つこの分野の売り上げはインドの第三次産業の4分の1を占めています。レーダーも最先端技術を詰め込んだ国産開発品で、アビオニクスはデータフュージョン、共同光線能力、意思決定支援など総合モジュール式航空電子機器、加えてシャープニングを備えたインターン署名制御などの様々な機能を含む次世代ネットワークを使用したシステムがすでに完成しています。これらの統合された情報はコックピットのパノラマアクティブマトリックスディスプレイに単一表示され、それらは音声入力にサポートされているとのことです。一部の情報ではヘッドマウントディスプレイ式のヘルメットが反射する電波を防ぐため、それを採用せずコックピットのガラス内部に直接データが表示されるようになるのではないかとも噂されています。これで360度の視界が得られることとなり、インド空軍にはニュータイプのパイロットは必要なくなると言ったわけです。冗談はさておき、搭載できる兵器も多したようです。数で押してくる中国機に対抗するため、より多数のミサイルを搭載する必要があります。そこで AMCA はレポンベイに中距離空対空ミサイルが8発搭載できるように計画されています。ステルス性を考慮しなければ4箇所のパイロンに2発ずつの8発合わせて16発の中距離ミサイルと翼艦に2発の短距離ミサイルを搭載することが可能であるとされています。他にもロシアと共同開発した超音速空対艦ミサイルブラモスや、その発展型であの恐ろしい極超音速ミサイルのブラモス2も4発搭載できるとされています。バンカーバスターなどの長距離巡航ミサイルや各種精密誘導爆弾を搭載できることは言うまでもありません。単純計算ですと、新しい中国の中型空母の艦載機70機に対して8機の AMCA で片付き、8隻からなる空母機動部隊を4機の AMCA で攻撃すれば、たったの一歩中隊でそれらを殲滅させることができるのです。もちろんインド自慢の国産空母ビクランテトビシャスの甲板からも艦載型の AMCA が飛び立つでしょうから、この頃のインド軍は中国相手によもやの不覚を取ることはないでしょうね。日本の F3 より5年早くデビューする予定のこの飛行機はスペック通りに完成すれば、間違いなくその時点で世界で最も攻撃力の備わった戦闘機となるでしょう。指向性兵器、すなわちレーザー兵器の開発も進められており、プロジェクトの責任者は第6世代戦闘機の特徴を備える 5.5 世代戦闘機であると公言しています。新型機開発の障害となるのは決まって予算の問題なのですが、現時点ではその話は出てきていませんから、このままうまく進むのではないかと考えてもいいでしょう。同じ中国を敵としていることから、今後もアメリカや日本の敵となることはないと思われるので、私たちはインドの新しい戦闘機に期待しましょうね。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。第2メインチャンネルとツイッターもチェックしてくださいね。皆様からのリクエストもお待ちしています。それではまたお会いしましょう。